加藤のトワイライトエクスプレス水風をやっと購入しました。まあ、今更って感じありますけど、去年の11月に発売された商品ですね。すごいな、このパッケージ。ごついね。今日はこれを開けるだけの動画です。では見ていきましょう。重量セットになってるんで、パッケージはでかいね。うわ、すごいツヤツヤな箱やな。丁寧に扱おう。よいしょ。はい、出ました。ツヤツヤパッケージや。こっちには、あ、トワイライトエクスプレス水風って書いてますね。かっちょいいな。あと重量セットなんで、ケースは2つに分かれてる。じゃあ、出します。よっ。シュッと。こっちにも水風って書いてるんや。いつものケースですけど、水風って書かれてます。うん。じゃあ、開けましょう。ピッと。オープン。てってれー。そして、プチプチペロ。おお。うわ、かっこいいな。ああ、やっぱめちゃくちゃ綺麗やな。車両寄ってみるとこうです。1,2,3,4,5。うん、そして説明書やね。これも豪華仕様な説明書になってるんや。シュッと。あ、この質感がいいですね。ペラの説明書ですが、紙質はいいですね。多分うちの中で一番豪華な紙です。発売されてからもう半年近く経ってるんで、今更感はありますけど出していきます。じゃあまず1両目からいこう。シュッと。はい、まず1号車、これがキーテ87の2番ですね。すげえ、全体はめっちゃツヤツヤで、この水風に関しては試作品をずっと見せてもらってたんですが、発売されてからは多くの方がレビューされてると思いますが、僕はそういうのは一切見ずに、製品版は完全に初見です。めっちゃかっこいいね。ひー、塗装関係が結構ラメ感があるって言われてましたが、僕はこの感じすごい好きです。金の入り方とかすげえシャープやね。いいね。まあ、ツヤツヤしてるんで指紋とかホコリはつきやすそうやね。で、上部分こうですね。で、車両の裏側はこうですね。水風も当然 DCC フレンドリー対応ということで、ここからデコーダー入れることができます。すごいね。そして、お顔部分こう。やっぱこのね、金色の入り方は本当に繊細な感じがあります。うん。前面の連結器はカバー付きでダミーやね。おお。真正面から見るとこんな感じ。いや、かっちょいいな。で、号車番号とつま面は。ですね、カプラー部分は車体間ダンパー取り付けることで少しこの配管を精密にできるみたいですね。これは注文しててまだ届いてない。車内の構造も多くの方レビューされてると思いますけど、自分は全く見てないんで今回初めて見ます。よっ。ああ、なるほど。そっか、プリズムが元から入ってるんやね。あー、これはちょっと後でじっくり見てみよう。こっちは置いといて、はい、これが室内部分。室内灯は別売りになってて、これも注文してまだ届いてない、うん、でプリズムはすでに入ってるんで、本当に LED だけ取り付ければ OK って感じか。トミックスほどこだわって作られてはないですけど、あんまり僕車内はね、そこまで作り込まれてなくても OK っていう感じなんで、全然これでも大丈夫。あ、絨毯パーツこうなってるんや。なるほどね。へえ、面白いな。室内灯はね、届き次第また取り付けよう。パチッ。もっとちゃんと見たいけど、重量分あるんでこれぐらいにしときます。じゃあ次2号車いきます。シュッと。はい、これが2号車のキサイネ86の101ですね。うん、大きい窓になってて、加藤の水風は客室の扉が開いた昼間の様子を再現してるみたいですね。うん、水風は車番が大きくあるんで車両の向き分かりやすいですよね。そして屋根、そして裏側。加藤の水風は細かい表記が入ってるのと、あと形式部分にベースがあるんですね。その他ロゴもベースがちゃんと再現されてます。床下関係ダークグレーの成型色なんで、車体間ダンパー取り付ける際に全部塗り替えようかなと思ってたりしてます。どんどん行きます。次3号車。ピュッと。3号車はキサイネ86の301ですね。全体的な感じは2号車と同じかな、まあ、床下関係が違いますけど、これも窓越しに向こう側が大きく見える構造やね。で、屋根、そして裏側。2号車は見てなかったけど、一応ボディの中を見てみよう。あ、プリズムってこういう感じなんや。完全に透明ではなくって、ちょっと濁った感じのプリズム。すごいな、まあ、ここら辺はようできてますよね。戻しとこ。続いて4号車。シュッと。はい、4号車はモーター車ですね。キサイネ86の401です。重量編成で動力車は1両だけやね。トミックスの水風も確か4号車が動力車やね。わー、
綺麗。いいな、乗ってみたいな水風。僕は一生働いても乗れないんで、模型で楽しみます。で、屋根。そして、床下。動力関係は通常の電車と同じですよね。トミックスみたいに独自設計という感じではなさそう。以上、4号車。そして、セット A 最後、5号車です。シュッと。はい、出ました5号車はラウンジカーですね。キラ86の1番。特徴的な車両やね。おお。大きい窓が並んでて、窓パーツの裏側から刻印でいろいろ再現されてますね。大きいロゴは立体的ですね。へえ。で、ロゴの横の窓は、このグラスが並んでる表現もありますね。ここはトミックス製の水風も同様の表現ありましたよね。そして反対側。あ、こっちの方が窓が多いのか。文字部分は印刷ですけど、ロゴ部分は凸モールドになってます。うん。かっこいいですね。この光の反射のキラキラ加減もいいですね。一応これも中見とくか。パカッと。はい、車内はこうですね。一体造形の成形色ですけど、作り込みはありますよね。車内を作り込む加工をされてる方もいらっしゃいますけどね。僕は今でいいかな。じゃあ戻しとこう。パチッと。以上、キラでした。続いて重量セットの B も開けていきます。パチッと。オープン。てってれー。ペロッと。おお。6号車以降、特徴的な車両が入ってます。このずらっと並んでる感じがいいですよね。こうね。じゃあこれも1両ずつ見ていきます。シュッと。B セット1両目6号車は、騎士86の1番ですね。食堂車。この側面のデザインがやっぱすごいな。窓がいっぱい。調理室部分の壁もここからチラ見えしてますね。加藤の水風は窓にカーテンのパーツがついてるんですね。こう。で、ロゴは立体的です。そして窓から見える車内の壁。ここの模様もすごい綺麗やね。反対側はこうですね。調理室がある方の壁かな。そして窓部分。いいなぁ、乗ってみたい。ここも一応中を見ておきます。パカッと。あ、すごいな、この構造。はい、中こうです。まあ、今更感はありますけど。この大きいプリズムは壁の側面についてるシャンデリア。ここまで一体になってて、一辺に光らすことできるんやね。通常見えない部分の再現もあるって感じやね。まあ、どうせ室内灯をはめるときにボディを外すんですけど。以上が6号車。続いて7号車見ていきます。シュッと。7号車、これがキサイネ86の501ですね。やべえ、これ、すげえいかつい車両やな。ほぼ壁で要塞みたい。で、裏側。床下も覆われてるんや。で、屋根部分こうです。屋根はツルツル。あ、こっちが大きい窓になってるんやね。へぇ。天窓の部分と、この小さい窓はお風呂かな。そして、でっかい窓。で、ロゴ。じゃあ中も見ていきます。外すのはね、ちょっと難しい。パカッと。おー。この床下すごいな。中は作り込まれてる。でもこのプリズムの造形が本当に綺麗やな。なんかもう綺麗を通り越して美味しそうやね。よし、どんどん行きます。8号車。シュッ。8号車はキサイネ86の201ですね。最初に見たキサイネとほぼほぼ一緒かな。7号車以降はこの号車番号が左側に来るんですね。反対側がこう。2389号車はツインになるみたいですね。こうです。ってことは9号車も多分構造的には同じかな。これが9号車キサイネ86の1番やね。構造的には2号車と一緒かな。反対側はこれも大きい窓がついてます。で、屋根と裏側す。はい、駆け足ですがラスト1両やね。10号車。シュッと。最後10号車がキーテ87の1番ですね。うん、これも美しい。1号車と全く同じに見えて、ちゃんと作り分けはされてます。反対側の側面ですね。大きい窓と、水風のロゴ。そして、車両端っこ。そして、屋根部分ですね。クーラー部分は別パーツで、この中央のものと端のものは色が異なりますね。作り分けがされてるんよね。そして、キーテのお顔部分。1号車と並べるとこうです。このスカート部分の作り分けがされてるんやね。そして前照灯とテールランプを光らせるとこんな感じ。テールがつくとマーカーランプも点灯してすごい綺麗に光りますね。ちゃんとデッキ手すりに反射してすごい綺麗に見える。
そしてトミックスの水風と並べるとこうですね。全然色ちゃうわ。トミックスの方が彩度が高い感じ、加藤の方はゴールドというか黄色みがかったグリーンになってます。実写の色に近いのは多分トミックスの水風ですけど、日中走ってる姿に近いのは加藤の水風かもしれん。ここは見え方の違いと好みもあると思いますけど、こんなに色が違うと思わんかった。先頭車同士並べるとこんな感じです。細かい比較はしないですけど、やっぱ金の入り方は加藤の方が綺麗かもしれん。トミックスはちょっとボテッとした印象はありますけど、でも両者すごいツヤツヤしてて綺麗。外観だけの比較ですけど、こんなにちゃうんやね。あと最後、ケースが分かれてると取り回ししにくいんで、純正の重量ケースに入れてみた。だいぶ密になったことで優雅感はなくなったけど、これはこれでありかな。ただちょっとこの縦に入れる部分ね、この縦に入れる部分だけきつくなるんで、ちょっとスポンジを削るなりして調整してあげた方がいいかもしれないです。まあそこは微調整でなんとかなると思います。こうね、終わり。はい、というわけで今更ですが、加藤のトワイライトエクスプレス水風を開封してみたよっていうお話でした。あと撮り終わったんですけど、室内灯が届きました。これはまた追いつけていきます。模型の出来はすごい良くて満足。ただツヤツヤしててホコリがめっちゃつくんで、そこだけが気になる。あと試運転仕様の黒い水風を作りたいなってずっと思ってたんですけど、思ってるだけです。とりあえず今回はこんで終わります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。画面タップすることで関連動画見れるんで、それもよろしくお願いします。ではさようなら。